自分のスマートフォンで使えるアプリ10ということで話をしていきたいと思います。ですね、まず、自己紹介、まあ、先ほどしましたけれども、改めて高見千恵です。まあ、こういうような IT 関係のコミュニティとか地域のコミュニティなんかの手伝いやったり運営やったりしています。その他、フリーのプログラマーという形で、アプリを制作する側でいろいろと活動もしております。さて、スマートフォンアプリについてですね、まあ、スマートフォンアプリ、まあ、スマートフォン専用の道具というものだと思ってもらえれば、まあ、いいかなというふうに思います。まあ、例えば電話とかメールとか時計とかいろいろなものがあります。これ全部スマートフォンのアプリの一つです。スマートフォンを使うときに基本的な機能、いろんなものがありますが、まあ、それぞれそれ一つ一つが、アプリというものになります。アプリケーションソフトウェアという英語の略ですね。まあ、これがないとスマートフォンというのは本当に何もできないただの、文鎮というような形になります。で、今回の話は実際にこの中にどんなアプリがあるのかというような話を主にやっていきたいかなということに思いますので、よろしくお願いします。はい、でまず、1つ目ですね、音楽プレイヤーの話をしたいと思います。まあ、こちら、まあ、音楽プレイヤー名の通りですね、音楽を再生するためのアプリです。こちらは、あらかじめパソコンにあってそれを取り込んだ音楽なんかも再生できますし、その場で音楽を購入することもできます。まあ、あとは音楽という形とはまた違うかもしれませんが、録音した音声を聞くなんていうこともできます。また、ラジオ放送とかインターネットから直接音楽、音声を受信するなんていうものもあります。まあ、ラジオ放送ってラジオだから電波じゃないっていうのもあるかもしれませんが、実は、スマートフォンのラジオ放送用アプリ、まあ、いくつかのアプリがありますが、これら実は、音楽をインターネットから受信しています。なので電波と違って、例えば山奥だから電波入らないとか、トンネルの中だから電波が届かないとか、そういうようなことはなく、常に、必ず一定の 音質の音楽が聴くことができるというのが特徴です。実際こんなものがあります。Android であればプレイミュージックというものが標準で最初から入っています。いや、先ほどマークがあったヘッドホンのようなマークのアイコンですね。こちらのほか、チューンインラジオ、これは、ラジオのアプリです。まあ、日本に限らず全ての全世界 のラジオ局を聞くことができますし、日本の中でもこの辺りでは聞けない曲電ラジオ局、例えば相模原のラジオ局とか、調布のラジオ局とか、そういうものを聞くことができます。その他サウンドクラウドというものもあります。こちらだと、まあ、他の人が、インディーズの曲ですね、そんなものが作られたものを聴くことができます。これは実は iOS も大体同じようなものがあります。プレイという名前が一応外れてますけれども、それ以外はみんな同じようなものです。一応あとは加えて iOS だとループレイヤーという、ゲームの音楽とかをゲームの音楽で鳴ってる通りに、まあ、最初のループの開始場所を指定して永遠にループさせるなんていうようなことができる音楽プレイヤーなんかもあります。今のところ Android 自分探してみましたが、似たものはあまりありませんでした。次いきます。タスク管理、タスクというものは仕事とかやることとか、そんな名前の英語ですね。こちらやるべきことのチェックリストを作ってくれる、アプリです。まあ、そんなもの別に紙にメモすりゃいいじゃんって言えばそのまでなんですが、こちらタスク管理アプリの特別なところは、基本的にインターネットに情報を置くことができるものがほとんどなので、パソコンで見て、後でスマートフォンで見てというようなことができたり、その他期限を設定して期限になったら知らせてくれるとか、あとは作業が
作業する場所、例えばお店に着いたらとか家に帰ったらとかいうような時にお知らせをしてくれるアプリなんてのもあります。またインターネットに情報が上がっていますので、それを自分の知り合いチームとかで共有するなんていうこともできます。なのでこの作業、一連の作業をやるのに担当この人がこのタスクをやるのでよろしくお願いしますみたいな割り振りも全部このアプリでできたりします。まあ、実際にどのものがあるかっていうと、これもまた一番上の行見ない以外みんな同じですね。Google Now という、まあ、これはスマートフォン、Android に最初から入っている機能で、どこどこに着いたらお知らせをしてくれるとか、何時になったらお知らせをしてくれるなんていうような機能がついたチェックリストがあります。その他トレロ、これは、まあ、全部英語の、アプリではありますが、まあ、あの一つのタスクを、まあ、付箋紙の紙のようなものと捉えて、それをペタペタ貼っていくことで、自分がやるべきことを確認できるというようなアプリです。あとはサイボーズライブ、こちらは、日本で発売されているものですね。こちらも日本で発売されているサイボーズというアプリの、インターネット版になります。こちらは、利用するのはもちろん無料で使うことができます。他の人と共同作業なんかもできます。まあ、iOS も大体同じですね。ただあの Google Now という機能はついていません。こちらはインターネットに共有し保存してくれるしか機能がないリマインダーというものがあります。あと時間でお知らせなんかもついてますし、確か場所でお知らせなんかも機能としてはついてます。ただ別に Google Now みたいにいつでもすぐ見られるっていうわけではなかったりします。まあ、もちろん使い方次第ですね。こんなタスク管理ツールアプリなんかもあります。次にカレンダーです。こちらは予定表です。まあ、インターネットで、予定を登録したりアラーム設定ができるというようなアプリです。ここにマークがある通り、ほとんどカレンダー、実際のカレンダーとか日めくりカレンダーとかと同じようなマークをしています。パソコン等と予定表を共有することができるというものが特徴になっていますし、また複数人でこのカレンダーを共有したり、あとは、公開するなんていうこともできます。例えば自分の場合、自分の行動予定なんかはある程度インターネットに公開してあります。なので、予定を自分と予定を何か入れたいというような人はそこを見てもらって空いてる日を選んでくださいというような感じが主になります。まあ、もちろんそれでも出せないもの、詳細に予定書いたらまず、いけないものなんかもあるので、その時は他の人には予定がありますとしか表示しないなんていうような機能もついていたりします。実際にこれはまあこれしかありませんというのは実際に他にもいっぱいあるんですけれども、だいたい標準のカレンダー機能がかなり全部できてしまうのであんまり使えません。ただそれを補佐するアプリとして、まあ、よりカレンダーを見やすく表示してくれるジョルテというもののアプリも使っています。次にメモ帳ですね。ちょっとどんどんいきます。よろしいですか。一気にいきます。まずメモ帳、こちらは文章を書き込んだり、好きな時に読み返すことができるアプリになります。インターネットに、メモを書いたメモは全部保存されますので、パソコンとか、スマートフォン、他の例えば電子書籍を読むための専用の機械とかそういうようないろいろなもので、読めるなんていうものもあります。まだもちろんこれも共有することができますので、例えばこのメモを読んでおいてくださいっていうふうに他の人に回覧するなんていうこともできます。このあたりも使い方次第でいろんなことができるというのがインターネットを経由しているメモ帳の特徴ということになります。実際にどんなものがあるのかっていうと、まあ、こちら Google Keep という最、アプリが標準でAndroid には入っています。その他 Evernote とか OneNote とか、いうものもいろいろあります。
エヴァーノートについては前回のアンドロイドの会でポスカ支部の例会で少しだけお話をしました。またワンノートについてもそのまたもうちょっと前のアンドロイドの会でお話をしていると思います。まあ、それぞれ、違いは、一番大きなところは作ってる会社が違うというそれぐらいのもので、別にどれを選んでいただいても構わないかなというふうに思います。 iOS ですと、まあ、それと同じようなものがあります。 Google Keep っていうものはなくて、その代わりにメモっていう普通のアプリがあるっていうそれだけです。次、マップ、そのまま続けていきます。これはいつでも見られる地図のアプリになります。こちらは自分の居場所を表示して、今自分どこにいますっていうようなことを、表示することができます。また、目的地、例えばどこがこれに行きたいというところで、そこまでの道順、車で行ったらどういう道順を通ればいいのか、電車で行ったらどういう道順でいくらかかるのか、あとはバスを含めた時刻表なんかを表示してくれる、アプリなんかもあります。こちらは最近ですとかなり、いろいろな、交通手段を使って表示できるようになりましたので、かなり便利にはなるかなと思います。この辺はだいたいこのようなもの、いろんなものがあります。Google マップ、こちらは Android 標準のアプリになります。こちらは、首都圏の範囲ぐらいではあります。郊外では見られないこともあるんですが、バスの時刻表を含めて、どこどこに、行くにはどういうバスを使えばいいか、どういう電車を使えばいいか含めて表示してくれます。あとは Yahoo の地図、ヤフーという会社が作っている地図アプリも、これで同じように、Google マップと同じようにバスの時刻表を含めて表示してくれます。まあ、一部対応していないバス会社もあります。例えば、この辺りですと、横浜の戸塚から、戸塚の中にある明治学院大学まで行く江ノ島のバスですね、それ載ってませんでした。 Google マップにも Yahoo 地図にも載ってませんでした。このように載ってない地図、バス、路線っていうのは、ないわけではありませんので、あくまで過信はできませんが、かなり、行動が楽になるアプリではないかなっていうふうに思います。あとはもう一つ、ナビタイムというものも、アプリとしてはあります。こちらは、他と2つと違って有料のアプリということになりまして、実際に、まあ、何か使う分には無料で使えるんですけれども、まあ、より良いサービスを使うためにはお金を払ってくださいというようなことになります。まあ、今までの Google マップとか Yahoo マップとか無料で使うことができます。それに対してナビタイムはサービスを使う場合は有料ですね。ただ有料お金かかるというだけあって、例えば、電車、何番線の 何番の乗り口に乗ってくださいとか、降りたらどういう道順で進めば最短で、目的の乗り換え電車に乗ることができますとか、そういうようなすごい細かい指示をしてくれます。まあ、これはさすが有料と言わん、有料であるゆえんというような形ですかね。まあ、対して、iOS の方は Google マップというものあるにはあるんですが、実は標準のアプリではありません。なので iOS には別にマップというアプリが別についています。まあ、その他に機能、いろんなアプリがあります。例えば行き先、電車の乗り換え案内しか検索してくれないけれども、その代わりに乗り換えの経由地をちゃんと入れた上で検索ができる。まず横浜に寄った後どこどこに行くにはどうすればいいかというような道順が表示できるとか、いろいろなアプリがあります。これらについても、まあ、マップの種類の一つになるかなと思います。非常にたくさんのアプリがある分野でもあります。次に、インターネットストレージですね。こちらストレージというものは保管庫っていうような意味合いの言葉です。こちらインターネットの中に、写真とか自分でスマートフォンで撮った写真とか、
パソコンで書いた資料とかそういうものを全部保存しておくことができます。保存しておくと、例えば後でスマートフォンをなくしてしまったという時も、別に写真がなくなるわけではなくて、インターネットを使えばいつでもすぐ見ることができますし、機種変更した時も、まあ、元の写真をそのままの状態で表示することができます。あとは、機種によってはやっぱりスマートフォンとしての機能はあまり持ってないけども、カメラとして使いたいというようなカメラを持っていらっしゃる方もいるかもしれません。そういうような場合もカメラの写真とスマートフォンで撮った写真を全部まとめることができるので、まあ、インターネットストレージ1個使っておくと非常に便利かなと思います。まあ、パソコンとの連携を先ほどの通りすることができます。また複数人で、ファイルを1つのファイルを共有するというようなこともできます。まあ、先ほどメモ帳も複数人の共有できるというような話をしましたが、あちらはメモ専用ですので、基本的に、いろんな文章とか写真とかを置くことはできません。それに対してインターネットストレージは本当にただの貸し倉庫のような形なので、使い方は完全に自由になります。まあ、自由な代わり自分が使い方を考えなきゃいけないということもあるんですが、まあ、分かっている人には非常に便利な、アプリがこのインターネットストレージというアプリです。こちらについてはほとんど同じようなアプリがスマートフォン、Android 用にも iOS 用にもあります。ドロップボックスとかシュガーシンクとかワンドライブとか Google ドライブとか、まあ細かいところのサービスが少しずつ違います。例えば共有する機能の制限であったり、何かアプリ、ファイルが変更された時にどうやってお知らせされるかというような表示であったりなどが若干違いますが、基本的にファイルを預けておけるっていうような場所は、であることはみんな変わりありませんので、どれか好きなものを選んでいただければいいかなというふうに思います。次どんどんいきます。次インターネット通話ですね。こちらはインターネットの通信機能を使った電話のアプリです。まあ電話ってスマートフォンだと必ず、まあ、基本機能でついています。もちろんこれ使えば普通に電話することができます。ただしこれって普通の公衆電話とか、あとは固定電話とかの延長線のものですので、まあ、通話料金かかります。それに対してこちらは通話という形のものでは若干違います。まあ、仕組みの形なので難しければ別に流していただいて構わないんですけれども、まあ、インターネットを使って通話をしています。なので通話料がかからないというような特徴があります。また普通の携帯電話のスマート、電話機能だと普通に音声で電話しか声で電話することしかできませんが、こうやってテレビで電話することもできます。こうやってお互いの画面を、顔を見ながら喋るなんていうこともできます。ただし、インターネットというのは性質上普通の公衆電話とは全く違うものになりますので、音質はやっぱり電話に比べるとちょっと下がるということも多いです。また電話の途中でいきなりプチッと切れてしまう、電話が切れてしまうなんていうことも普通の電話に比べると多くなります。なので、まあお互いにそういう、問題点があるよっていうことを理解したい人同士の通話であれば、こちらを使うとすごく便利っていうふうに考えていただければいいかなと思います。こちらは、いくつかのアプリがあります。Android は Hangout というものがあります。その他 Skype とか LINE とか、LINE については結構いろんなところで CM でも出てますので、使ったこともあるかもしれません。まあ、こちら LINE といえば普通に文章を入れて、通信し合うのが主ではありますが、一応ちゃんと音声通話もできますしビデオ通話もできます。iOS についてはそれに加えて FaceTime というアプリがついています。こちらは iOS が入っているスマートフォン、iPhone またはタブレットの iPad、Mac、パソコンの Mac なんかで、お互いに電話をすることができます。
ちなみに個人的に全部使ってみたことはあるんですが、ハングアウトはちょっと音質が悪いです。スカイプは非常に音質が良いですので、分かっている人同士でやればスカイプなんか使った方がいいかもしれません。次に、リモートデスクトップですね。こちら、リモートっていうのは遠隔っていう意味です。デスクトップっていうのはパソコンを使っている方であればおなじみパソコンの画面とかそういうようなことを言います。スマートフォンから家のパソコンを遠隔して動かすことができます。この画面からパソコンを動かしたり、パソコンの画面どっかをクリックしたりとかいうようなことができるようになります。まあパソコンに比べるとスマートフォン当然ちっちゃいのでちょっと操作はしづらいですが、例えば家のパソコンで開きっぱなしのファイルがあってその様子見たいとか、あとは家のパソコンにカメラがくっついているのでそのカメラを通じて家の様子を見たいとか、あとはパソコンの電源を切ったり再起動したりとかそういうようなことをする、本当に細かなことなんですがこういうような時にはよく使っています。こちらは、Android も iOS も実はほとんど同じようなアプリがあります。 Google リモートデスクトップというもの、こちらは Google が作っている、リモートデスクトップのアプリになります。まあ、Google Chrome という、Google が作っているインターネット閲覧ソフト、インターネット閲覧アプリの Chrome を使って、Chrome の機能を使って、まあ、パソコンとスマートフォンを結びつけるというようなことができる機能アプリです。その他スプラッシュトップ、リモートデスクトップと、こちらは別の会社が作っているアプリで、こちらも使っています。まあ、細かな違いはやっぱりあります。操作の仕方がどちらがいいのかっていうのは実際に使ってみてどっちがいいのかなっていうのを確認されるといいかもしれません。ちなみに前者は無料ですが後者は有料になっています。そしてメールですね。何もなくともという形はあります。言わずと知れた文章での通信手段です。最近は LINE とか使っても普通に文章を送れますけれども、やっぱり一番誰でも使えるし、どんな人にもとりあえず連絡が届くっていうものはメールである場合が多いです。パソコンでも見ることができますし、当然携帯電話、普通の携帯電話でも折りたたみの携帯電話でも見ることができます。特にスマートフォンの、メールアプリ、メール機能、メールサービスについては Google や Apple が提供しているものです。ここ無料でほぼ無制限に使うことができます。またメールアドレスを設定することでパソコンのメールソフトを使ってメールを読むなんていうこともできますので、例えばスマートフォンに届いたメールをそのままパソコンで読むこともできます。実際に、メールアプリはたくさんのものがあります。 Android であれば、まずは標準で入っているものが Gmail というアプリになります。こちら Google のメールサービスの名前ですね。その他携帯電話会社のメールもほぼ標準で入っているのじゃないかなと思います。例えば au であれば au の easyweb.nejp のメールアドレスで送受信するためのメールアプリ、ドコモであればドコモ nejp のメールアドレスで送受信するためのアプリ、ソフトバンクであればソフトバンク nejp ですかね、そんなメールアドレスで連絡をするためのアプリがあります。その他 outlook.com というアプリもあります。携内メールというのも一応メールアプリの一種です。こんな感じで本当にいろいろなメールアプリがあって、割と慣れてないと分かりづらいっていうのが、メール、Android のメールになります。対して iOS っていうのはメールっていう標準のアプリしかありません。基本的にこういうアプリちょっと探してみましたが他にはないようです。なのでそのあたりは iOS 非常にシンプルですね。そして最後に SNS、こちらはインターネットで、文章でいろんな人と交流をしましょうっていうような、サービスのことを、ソーシャルネットワーキングサービス、SNS というふうに呼んでいる場合が多いです。いろんなサービスがあります。
良くも悪くも、まあ、あのインターネットの中の井戸端会議でできる場所みたいな形で、存在しているツイッターとか、あとは実際に出会ったことがある人と、まあ、直接会えるような会えないような場でもまた別にお付き合いしましょうっていうようなために作られている Facebook とか、それとは全く関係なく写真だけを共有し合う Instagram などいろんな SNS があります。それぞれそれに対応するアプリっていうのも当然スマートフォンにはあります。まあ、専用のアプリがない SNS なんかも中にはあるんですが、ほとんどのものはあると考えて良いかなと思います。まあ、こういうような SNS も、やっぱりスマートフォンといえばっていうアプリの一つになるんじゃないかなと思います。はい、大体この辺りでスマートフォンのアプリ全部、軽くまとめました。まあ、最後にまとめていきたいと思います。やっぱりスマートフォンはアプリがないと、やっぱり使うことができません。何もできません。先ほど最初にお話しした通り、電話というものもアプリの一つです。最初から入ってはいますが、やっぱりアプリの一つという扱いになりますので、本当にアプリがないと何の機能も使うことができないというものが、このスマートフォンのアプリというものになります。まあ、最初言ったアプリケーションソフトウェア、まあ、実は言うと英語で応用という意味ですね。なのでこのスマートフォンという土台を使って応用してどういうようなことができるかっていうのがアプリになります。もちろん最初からスマートフォンに入っているアプリっていうのもあります。例えば先ほど言った電話とか、Gmail、それぞれの携帯電話会社のメールなんかも全部そういう最初から入っているアプリになります。その他携帯電話会社やメーカーによっては別のアプリが入っているかもしれません。スマートフォン会社の宣伝用のアプリとか、それぞれの携帯電話メーカー、宣伝アプリとか買い物アプリとかいろんなアプリも入っています。OS とか発売時期によってやっぱり異なることがあります。もし入ってないアプリでも使おうと思えば後で入手可能っていうような場合が多いです。その他、まあ、人気のアプリなんかは、両方の OS で発売されています。なので、テレビ CM やインターネットなどで、確認をしてみるとだいたいどの、OS で使えるアプリなのかというのが分かるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、それぞれの OS に入ってどんなものが入ってますよっていうのマークがちゃんと表示されていますので、そちらを見て判断することができます。まあ、スマートフォン今まで見てきた形の通りなんですが、まあ、非常に何でもすることができるんですが何でもできない、まあ、こういう言葉が一番似合うものがスマートフォンかなっていうふうに思います。まあ、真っ白な紙のようなものですね。何を書いてもいいんですが、まあ、その代わり何かを書くっていうもの、イメージがないと何も書けないのがやっぱり紙だと思います。それと同じで何かに使おうっていうようなイメージがあると大体何とか使えたりするんですが、まあ、何をしたいかどうかもわからないっていうのがあると意外と使えないのがスマートフォンです。自分で使いたいことを見つけて調べなければ何も始まらない、あなたがスマートフォンでやりたいことは何ですかっていうのをちゃんと確認してからじゃないと使えないっていうのがこのスマートフォンの特徴です。だからこそやはりこういうような、イベントとかで、まあ、ある程度使い方他の人どう使ってるのかっていうのを見て、いろいろと自分なりの使い方を探していくのが、まあ、必要なのではないかなっていうふうに思います。ということで、以上で今回のお話を終わりたいと思います。その他質問等ございましたらお受けします。あ、はい。アプリはたくさんあるんですけど、アプリを入手するところって、Android だと Google Play とかで、iOS だと App Store ぐらいしかないのかなと思うんですけど、他に入手する方法ってありますか？表向きにはないと言って問題ないと思います。一応 Google Play 以外の Android では Google Play 以外の入手先っていうのは実はあります。例えば Amazon のアプリストアとか、
それぞれのタップナウマーケットとかいろいろなものがありますが、基本的には、普通のスマートフォン、普通にお店で販売されているスマートフォンでは使わないものという前提でなっていると思います。それらを使い始めるとやっぱりスマートフォンの設定を変えたり、結構ハードルの高いことをやらなければいけなくなってしまうので、まあなるべくであれば、まあ、プレイストアしかない、プレイストアというアプリを扱っているストアで探すしかないっていうふうに考えるといいかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい。その他何かございますでしょうか。はい。はい。Android OS のアプリだとは思うんですけども、なんかこう犯罪に使われてます、あるいは使い出しちゃいました的なアプリというのはあるんでしょうか。まあまあ、ニュースだと割と出てくるのが LINE ではあるんですけれども、まあ、あれは結局通信の手段であるので、やっぱりどれが使われるっていうのは意外となかったりします。やっぱりそれぞれのアプリっていうのはあくまで道具でしかないので、その道具でどういう悪いことをするのかいいことをするのかっていうのは結局それ持ってる本人次第になります。なので実際にどういうことを悪いことをするアプリがあるっていうのはあんまりありません。もちろん Google Play にはそういう悪いことをするアプリっていうのもありますので、実際には結構裏でいろいろと管理が、されていたりします。とりあえずはこんなところ。すいません、はい、リモートディスプレイの話がありましたけれども、ね、あれは要はホスト、なんか家にあるパソコンを外から操作するっていうことだでご説明がありましたけれども、うちにあるパソコンですね、それは、はい、あれは、なんていうか、それの OS は制限はないんでしょうか。Google リモートデスクトップの場合は制限はないはずです。Google Chrome というブラウザ、インターネットブラウザアプリ、実は Windows にも Mac にも Linux にも同じもの入ってます。なのでそれを入れさえすればすぐに使うことができるっていうのが Google リモートデスクトップの特徴です。またスプラッシュトップもこれは製品の説明欄をあんまりよく見てないのであれですが、 Windows 版と Mac 版、Linux 版は全部出ています。なので一応全部の OS で使うことができます。例えばですね、これ Windows で同じ機能のものをやろうとするとですね、確かプロじゃなきゃダメだった気がするんですけど、 Windows 8.2 プロじゃないといけなかった気がするんですけども、おそらく普通に買うのって例えば Windows 7だったりすると Windows Home Premium とかそういうのが一般的にはついてくるだろうと思うんですが、そういう普通の OS でも使えるんですか。はい、使えます。Google Chrome のリモートデスクトップの場合はあくまで Chrome の機能っていう形で覚えているようなので、その辺はあんまり気にしなくてもいいみたいです。バージョンは一切関係なく使うことができます。ただ難点としては、やっぱり Windows の標準機能に比べるとちょっとセキュリティ的にちょっと微妙なところもあったりするかもしれませんし、やっぱりあとは複数の画面をつけたパソコンを使っている場合、マルチディスプレイのパソコンを使っている場合、2つの画面が1つの画面であるかのように表示されてしまうので、使い方はすごい慣れが必要です。個人的にはそこはすごく使いづらいなと思っています。あとは一部の画面に文字が入らなかったりとかいうようなことがありますので、なので、結局スプラッシュトップと、場合によって使い分けっていうような形になってしまうこともあります。レオンぐらいなんですね。他何かございますでしょうか。はい、最近の、Android だったりスマホのアプリ業界界隈で何か面白いなと思ったアプリとかあったら教えてください。例えば
美術動向の真実に合わせて画像認識の機能を使ってうまく、なんていうんですかね、最近私が思ったのだと、こう物体をいろんな角度から認識し撮影したら3次元のモデルが復元できるみたいなアプリが出てて、まあ、すごいなと思ったんだけど、そういうようなジャンルでもいいので面白いなと思ったんですか。それではそうですね、ちょっと、まあ、そんなにすごい技術使ってるわけではないんですけれども、ちょっと面白いなというふうに思ったものとして、まず音ラテというものがあります。これはスマートフォン、Android でも iPhone でも使えるアプリなんですが、まあ、実際にニュースのアプリです。実際はほとんどのニュースのアプリなんですが、実際にニュースをこのスマートフォンの画面で読むのではなくて音声で全部知らせてくるアプリです。読み上げも全部自分、こちらの中で音声を合成して読み上げてくれます。まあ、なので例えば人の名前とかたまに間違えるんですけれども、ちゃんと文章で、お知らせ、話してくれるので、スマートフォンの画面見てなくても、まあ、ニュースを見ることができます。そういうアプリが一応あります。なので、ちょっとそちらのアプリ自体だと例えば、今何て言ったのっていうのは表示ができないとか、いろいろとまだ作り込まれてないな、まだできるところあるなっていうふうに思うことはたくさんあるんですけれども、やっぱりこういうようなスマートフォンにスマートフォンから音声でいろいろお知らせしてくれるっていうアプリがもっと増えてくれてもいいな、その可能性を非常に感じたアプリでした。ちなみにそれって Android、iPhone 両方に、iOS 両方に、はい、あります。最近の機能だと確か自分で、お好みの設定をしたニュースサイトを見るとかいう機能もちょっとずつ追加されているそうです。もしよければ、ご覧ください。まあ、似たようなアプリも実はいっぱいあります。はい、はい、本日2回目の質問なんですけど、Windows Phone と Firefox Phone には、Google マップでついにありますよね。確か、自分が Windows Phone を持っているのは Windows Phone 7.8 という、まあ、1年2年ぐらい前に発売された機種ですので、そこでの判断になりますが、少なくともその当時は Google マップはアプリは出ていません。確か Google は Windows にアプリを出さないなんていうことを言っていたような気がします。で、今後も多分もしそうだとしたら出てこないと思います。なのであくまで Windows Phone で見る場合は Bing という、Microsoft が出している検索サービスのマップを見るというような形になります。ちなみにそちらバスの時刻表検索とかできません。あ、電車はできます。iOS 版と Android 版 の、 Google マップの機能の違いとかっていうのはあるんですか。自分も両方使ってみましたがほとんどないと思います。ほとんどというか全くないです。位置のズレが細かいか精密かぐらいの違いなんですが、まあそんなものは機種の違いに含まれると思います。その他何か違いと、質問どうございますでしょうか。内容でしたら、これで一旦終わりにしたいと思います。次は、35分、15時35分からユネバくんのノラ IT をというお話をしていきたいと思います。ユネバくんよろしくお願いします。どうもご清聴ありがとうございました。最後にお願いします。